やっほー、こんにちは。ありゃ、よし、1時まで休憩だからそれまで見るねって嬉しい。あと7分、あと7分だ。台休でお家にいる。おお、じゃあゆっくり見てくれますか。こんにちは皆さん。ポップアップ見てました。やっほー、みんなみんなもう休憩中かな、今ちょうど。こんにちは。嬉しい。お昼にありがとうございます。うん。みんな元気ですか？こんにちは。おはよう。おはようじゃないけど、全然おはようの時間じゃないけど、メイクして始めました。久しぶりに、え、めっちゃ久しぶりにお昼配信してる気がするね。久しぶりじゃないですか、この時間は。イエーイ。こんにちは。今日はね、朝ね、お散歩してきました。お散歩、お話し会追加で申し込んで嬉しい。9月分、9月24日かな。じゃ楽しみ、嬉しい。ハンバーガー食べてます。何バーガー？今旬なバーガー？マック？何バーガー？みんなのお昼ご飯は？そう、みんな1時までなので、オンラインお話し会の申し込みあと4分あるので、皆さんぜひ来てください。7月の30日と31日分のは今回が最終受付なので、皆さんぜひ、あと4分待ってます。マック？何？トリチ？白トリチやっけ、今流行りのやつは。おはよう。これね、ハンバーガーいいね。ハンバーガー、なんか夏に食べるハンバーガー美味しそう。海とかで食べたいね。ヤッホーです。皆さん、オンラインお話し会来てくれますか？オフィスに戻る、かっこいい。オフィスかっこいいね。言ってみたい。そろそろオフィスに戻るねって言ってみたい。ねんちゃんも言ってみたいワードがあるわ。言ってみたい、そのワード、かっこいい。オフィス頑張ってね。こんにちは。
ドゥ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 。今日は朝からお散歩をして、でね、今日朝お散歩してさ、アイス買ったんですよ。そう、アイス買ったらめちゃめちゃ溶けちゃってショックを受けた。ショック受けた。うん、めっちゃ溶けて、暑すぎて。アイスは夏に買うもんですけど、あれですね、ダメですね。夏の暑い日に車以外で買うのは間違ってますね。チョコレートアイス、うん、なんか最近ゆうちゃんがハマってる、名前は分からんちゃけど、なんか生チョコが真ん中に入ってる、何 F から始まるチョコかな、なんか何やったっけな、名前忘れた。フォンドじゃなくて、なんかね、赤城乳業さんが出してるアイスやったけど、それがめっちゃ美味しくて、でもこの暑い夏にはなんかクーラーボックスとかに入れんと溶けちゃうね。最近ハマってるアイスありますか皆さん。サラノのサイン当選したけどメッセージ何書いてもらうかってこと、なんか考えちゃって聞くね。聞くねっていうか言ってください、どんなこと書いてほしいか。うん、そうめっちゃ美味しいから食べてほしいけど、待って名前がわからん。F から始まる赤毛乳業さんが出してる生チョコのアイス、パッケージは金色っぽい色、棒アイス、何やったかな、フォンダンじゃないけどね、なんかね そういう系の名前、なんかお名前です。学食でご飯いいね、今日は何、いいね今日何、学食、うどん、ラーメン、丼物、やっほーみんな。最近のみんなのハマってるアイスを聞かせてください。今日は醤油ラーメン、醤油ラーメンか、そっか、醤油ラーメンが主流かな、関東とかって。お昼ご飯まだです。チョコレート食べました、チョコレートは食べた。最近のハマってるアイスはみんなのどんは今日カツ丼あったけどいいかなって、カツ丼の気分やなかった、醤油ラーメン気分。こんにちは。あるよね、でも確かに今日はちょっとなんか揚げ物の気分やないなとかさ、なんかあるよね、確かに。カツ丼でも暑い日にカツ丼食べたらスタミナつきそう。みんな暑いからたくさん美味しいご飯食べて元気出して。北海道、わさっぴさん北海道着いちゃったの、いいの、うんちゃん誘われんやったな。すぐ吉野家で牛丼食べました。待って、わさっぴさんそれ北海道らしくないやん、北海道に行って吉野家の牛丼もったいない。マックフルーリーのマンゴーカルピス今日も食べに行く。嬉しい。たくさん食べて。カツ丼はとんかつすごいサクサクなんだけど。美味しいっちゃ。美味しいって評判あるっちゃ。評判いっちゃ。
いいね。今日は仕事休みなのでまったり見てる。嬉しい、ゆうちゃん、ありがとう。まったり見てください。まったり配信なのでうん、嬉しいです。確かにとんかつは、でも、あ、でもカツ丼、とんかつじゃなかった、カツ丼はサクサクやなきゃね。あ、今日だけの限定、限定商品か。あ、じゃあ日替わりで丼物も変わるってこと。ドボンで15日にサラノンとゆきりんさんの、あー、誕生日ゲット、絶対にゲットしてください。北海道牛丼のイメージないね、本当にない。うん、思いつかんやった。うん、北海道に行って吉野家さんの餃子、あ、餃子って何牛丼はもったいないって、本当にもったいない、もったいない。牛丼食べるぐらいなら海鮮丼食べな。うん、気分やったっちゃろか。まあね、お手軽やもんね、すぐに出てくるしみたいなとこやろこんにちは。北海道ならラーメン、あー、札幌ラーメン、海鮮スープカレー、あー、スープカレー、そうね、スープカレーは有名っぽいですね。トウモロコシとかどう？焼きトウモロコシどう？お腹減ったなと思って目の前にあった、あ、そっか、食欲に負けちゃったか。海鮮丼、ラーメン、スープカレーを探すよりこれが早いかなみたいな。でも北海道ならさ、北海道ならではのなんかメニューとかありそう。うん、そういう意味では楽しいよね。ね、北海道限定みたいなさ、北海道限定のカニ丼みたいな分からんけど、カニ牛丼いや、待って、絶対ない、そんなの。北海道に白いトウモロコシあって食べたけど、ものすごい甘かった。え、絶対美味しいやん、それさ、あれやない？収穫後すぐに生で食べれちゃうパターン。ね、美味しいだろうね。午前中にお仕事終わったって、宮本さん、お疲れ様です。ハローハロー。宮崎土産をメンバーにあげたりしたことある？あります、あります。何だったっけ、熊本ツアー、うん、熊本ツアーの時かな。熊本ツアーの時はマンゴーのお菓子を、フィナンシェやったかな、いや違う、フィナンシェじゃないわ、マンゴーのね、なんかちっちゃいケーキみたいなお菓子を、お土産のお菓子を、そう、差し入れしたことあったりとか、あとはおみじゅに個人的にあげたりとか、あとレミにも、ホテル一緒の時に、何、棒チーズまんじゅう、棒チーズ、お部屋に遊びに来た時にあげたりしたことある。うん、多分覚えちゃらんと思うけどそう、トウモロコシ今時期、そうね、よくテレビで見る。え、アサップさん、トウモロコシ、焼きトウモロコシ食べてよ。30日、え、嬉しい、久しぶりに、嬉しい、ありがとう。カナルカノムさん、サラノン、グチュコロミサラノン、ツイッター&インスタグラムフォロミー、テレマカシー。確かにね、歩くの精一杯よね、この暑さやと。日陰を探して、キノコ陰とかで休みながら歩いて、うん、今ものすごいなまったの。嘘、どこなまった？久々にだいぶなまった。嘘、まあ、いつでもなまってます
なんかさ、デスマスつけるとさ、あんまりなんか標準語喋れちゃうって思う。でも喋れちゃうなっちゃうな。久々のお話し会まであと1ヶ月ってことは13、14とかそんぐらい。宮崎土産の話、いつ、わからん。みーちゃんに早く会いたいね。会いたい、会いたいので、皆さんお話ししましょう。終わっちゃったかな、もう受付終わっちゃったね。デスマスでも飲まってる、直しようがないね。でもなんか標準語と思って喋ってることももう全部違うって言われるから、ピンですね。話し言葉でなまるのはよくある話やけど、プラメの文面でもなまるのはすごい。なんかさ、じゃあのメールあれだよね、喋り言葉、書き言葉じゃなくて喋り言葉で書いちゃってるよね。直した方が良さそうですか。でもなんか喋り言葉で書いちゃう、なんか会話してるような感じでメール書いちゃうからダメなのかな。やっほー、ゆなちゃん、来月も絶対お話し会参加する、嬉しい、来て。8月の13、14、21とかかな、そんぐらいだったと思う、確か。そう、方言に癒されてます、嬉しい。癒されてますか。宮崎の方言ってあれかな、癒されるちろか。でも確かに特徴的、特徴的なのかな。でもあの東北の方がなまっちゃう、言葉自体のなまりがすごいね。来月お誕生日だし話したい、嬉しい、来て。そう、メールはメールもなんか喋ってる感じで書いちゃうな、書きやすいし、ね、話しかけてる風。そう、でもさ、メールプラメあんまなまっちゃらんくない。待って、くしゃみ、大丈夫やった。何でも嬉しい、話そうね。今回初めましての方おるかな。クッションって出らんやった、大丈夫やった。使いこなしてるって、使いこなして、確かに。本当にでもさ、これ音消えちゃう。最近なんかちょっとそういう意味ではいいなって思って、くしゃみとかなんか不意に出たらもう間に合わんけどさ、あのくしゃみでそうって思った時音切れるのはめっちゃいいなって思う。あ、本当に消えちゃっちゃう、便利やね。実は聞こえてる、嘘、そんなことある、実は聞こえてる、本当に恥ずかしいよ、聞こえない、よかったよかった。まあ今回はしてないですけど、なんかさ、そういう意味ではめっちゃこの無音機能いいよ、だって恥ずかしいもん、くしゃみとかたまにしちゃうけど。もう不意に出たら人間だからしょうがない、くしゃみは。
心の耳で聞いてます。まあ心ならいいでしょう。7月31日のオンラインお話し会ツーショット写真会持ち込みました。嬉しい、ありがとう、楽しみ。部長の目を盗んで見ています。え、大丈夫？大熊さんありがとう、嬉しいです。バレンテードにサボってみてください。サボってみてくださいってやばいね。バレンテードに、怒られん程度にぜひ。うん、初見さんが たくさん嬉しい、ありがとうございます。待って、読めん、ありがとうございます。綺麗で嬉しい。部長も見てます。嘘、部長さん。くしゃみが出そうで出ないとき困ることあります。わかるかも。ちょっと今めっちゃ出そうっていう時やろ、あるよね。17日のツーショットね、そう、ゆなちゃん、そう、755見た。え、何がいい、何がいい、ツーショットやから一緒にポーズするもんね。何がいい、何がいい、何でもいいよ、合わせる。うん、もう何でも、王道でピースでもいいし、ポーズでもいいし、こういうポーズしたいっていうのがあったら何でもいい。お仕事すごく早く終わってもう帰宅します。え、早い、お疲れ様。カナルカのマスヤサーノン、クチコルミサーノン、ツイッターのインスタグラムフォローミー、テレマカシン。無難なのはエイトポーズ。エイトポーズ、どういうエイトポーズがいい、それかハートとか。ハートってできんちゃうか、二人で。でも画面によるよね。画面によるっていうか、あれどんな直径、こうできるのかな、だって確かに。エイトポーズなんでもいいよ。エイトポーズ、ハートポーズ、楽しみ。うん、うん、テレマカシーかな。うん、なんかありがとうございますっていう意味らしい。そう、ファンの方に習ったショールームで。17日のオンライン話し会ツーショット写真会申し込んで当たったので嬉しい、嬉しい。ツーショット、ツーショットが当たった、当たったってこと？あー違うわ、あ、そういうこと、今から抽選ね。楽しみ、当ててくださいぜひ。ワンショットとツーショット当たったことないってこと？当たってよ。こんにちは。エイトポーズでくっつけてやるのもいいかもね。え、どうやろうね、つけてできるかな、無限ポー、無限みたいな感じでできるちゃうか。できたらいいよね。お昼ご飯食べたんだけど、唐揚げ定食、特盛りを頼んだら、唐揚げは大量、ご飯は大盛りで、お腹が膨れ上がった。大変大変。でも大盛りすごいね。でもさ、大盛りってさ、なんかご飯の量が大盛りになるイメージやったよね、ふんちゃん的には。だからなんかおかずも大盛りっていいね。なんかでもさ、気持ち的にはさ、ご飯よりさ、おかず多めにしてほしくないね。
じゃあ8ポーズにする？またやる前に話そう。お疲れ様ごーんってやっほー、うん、みんなツーショットもワンショットもサインも何でも当ててください。あ、ワンショットとツーショットなのかな、うん、サイン会ある？いや当てて本当に。そう、なんか毎回来てくださってる方でもまだ当たったことない方多分おると思う、うん、そういうお店あるある？本当。おかずだけ増やしてほしいよね、大盛り。大盛りってつくなら。でも大盛りってそもそも食べるの大変そう。うん。お腹が破裂しそうって、そりゃそうだわ。いつかサイン当てて、そらのちゃんのサイン欲しい。嬉しい。なんかそうやって目標に当てることを目標にし頑張ってくれてるの嬉しいね。サイン色紙とか毎回全部できてないんだってね。どういうこと？外れる方が多いってこと？でもさ、思う、なんか当たってる方少ないよね。当たってる方少ないイメージ。そう、みんなのくじ運かな。くじ運ですか？くじ運なら皆さん当ててください、もっと。くじ運なら当ててください。うん、そう、ドボン配信をそろそろやりたいと思ってるんですけど。そう、あきさん、お花ありがとう。一番の目的はさらのちゃんと話すことだから、当たらなくても全然嬉しすぎる、嬉しすぎる。話そう。サイン書いたボール投げてて。サインボールね、サインボールまだ2回しか書いたことないかも。なんかね、めっちゃ懐かしいね、あれ。なんで投げたっけ。なんかめっちゃ頑張って投げた思い出がある。あれはどこだ、パシフィコ横浜かなのね、なんだっけ、握手会、お試し握手会かな、その時に投げたのがめっちゃ懐かしいですね。うん、うん、違う、エディオンアリーナ大阪だ。エディオンアリーナ大阪さんで投げたのが懐かしい。端っこじゃないわ。で、投げた思い出がある、めっちゃ前に。うん、と、佐賀ツアー。毎日天に向かって手を合わせてのに。当ててください。当てるしかないね。対戦か、あ、当選確率決まってて販売数にかゲールらしいから、完売して初めてサイン10枚出るとか。あ、そういうこと。そうやっちゃう。皆さん当ててください。うん、当てましょう皆さん。うん、なんか同じ方が2枚3枚って当たってる時とかもあるよね。うん、みんな当たるといいね。
タンタタン。お疲れ様です。そう、懐かしい。エディオンアリーナ大阪さん。懐かしいね。意外と大阪行ったことあったっちゃね。一回しかないけど。懐かしい。行ったな。でもインテックス大阪行きたかった。もう早いな。ネイルが外れるのが早くてピエンです。そうだよ、おしめの思いがやっぱ強ければ当たるんですよ。マシロパイセン3枚で2枚当選しました。嘘、いつ、んちゃん出てよ。成人記念グッズ、さーちゃんのサイン色色紙当たったけど、名前入りの色紙も欲しい。名前入りじゃなかった、サインだけやった、あ、サインだけやったっけね、あれ、あの目標書き書いたやつね、あれサインだけか。17日のサイン、嘘、みっちゃんは当たった。カズ兄さん、こんばんは、ありがとう。そう、お誕生日まであと4日、あと4日しかない。みっちゃんの二十歳の人生の寿命、あと4日、あと4日、大切にいきます。18日の空の1枚たり、イエーイ、やったじゃん。たくさん当てて、もっと当てていいよ。成人式の色紙は名前入ってない、そっか、成人式の地元に貢献する空のんみたいな感じだったよね、確か。空のんじゃないけど、空のんみたいな感じじゃなかった、あれ確かね、成人式の目標2パターン書いた気がする。どっちが当たったちゃろ、2パターンにした気がする。 3じゃなくて2にした気がする。ゆずかさんのよく当たってる、ふーちゃんの当ててください。一番最初におめでとうライン、一番最初におめでとうライン、親友ちゃん。親友ちゃんが一番いつも早い。うん、ゼロ日ぴったり。うん、生誕グッズ嬉しい嬉しい、3年連続当選ありがとう。20歳を振り返ると、いや、まだまだあと4日、20歳あるので。でもね、めちゃくちゃなんかいろんなことがあった、いろんな意味でいろんなことがあった1年でしたね、本当に。なんかたくさんステージに立つこともできたし、なんか嬉しいこともいっぱいあったけど、辛いなって思うこともあったり、すごいなんかいろんなこと考えた1年でしたね。うん、でも楽しいこといっぱいあった。うん、
ッキーさん、スイカありがとう。嬉しい。そうね。うんうん。タンタタン。タンタタン。確かに二十歳でもたくさん。うん、二十歳たくさんステージに立てた気がする。たち、そうだよね。うん。うん。そうね。え、嬉しい。え、そう深い、そう深いね。意味が深い。確かに。なんかね、いろんなこと考えました。なんか体調の面ではすごくなんか悩んだし、うんね、え、嬉しい。それだけでちゃんのこと思ってくれてるじゃない、当たるってことは。ドマさん、パフェありがとう。あー、授業行ってらっしゃい。え、そう、ちかっぱ祭エイトの日、そうね、記念舞台、うん、とか16周年のやつとか、あの時期結構大変だった気がする。なんかちかっぱ祭と何、劇場でやった成功とてのそう振り付けが違ったから、歌わりと歌わりは一緒やったけど振り付けが違くて、あと立ち位置ももちろん8人バージョンと20何人バージョンで違ったから、20何人30何人分からんけど違ったから大変だった。ごっちゃやった。なんか同じ時期にね、確かあれ覚えんといかんくて、同じ時期っていうか、そう同じ時期、そう12月8日にあって、劇場が12月12日ぐらいがちかっぱやったから、そうね、同じ時期に2パターン覚えよって、なんかさ2パターン覚えることがあんまなかったから今まで。そう、先輩ってすごいなって思いました。そう、8人バージョン、いやどっちもやけど、あの成功とってを振り入れしたのも初めてで、みんな全体的にで8人バージョンもやったことなかったし、そうね、うん、ちかっぱ祭なんで、なになになに、行かなかったんだろうってこと、そういうこと。ちかっぱ祭楽しかった。え、ちかっぱ祭めちゃくちゃ楽しかった。うん、楽しかったんですよ。ちかっぱ祭はめっちゃんこ楽しかったね。そういうこと。なんでこんかったとなんでこんかったと言うのもありやけど、なんで来てくれんやったとちかっぱ祭めっちゃ楽しかった。ステージがねめっちゃ広くて、本当に広くて、なんか奥行きありすぎてどこまで使ったらいいのか難しかった。ステージの使い方、あんなになんかイベントで広いの、イベント自体もまあ言って2回目やったけど、でももう47以外をイベントでやったの初めてやったし、イベント会場であんなに広いのが初めてすぎて、うん、びっくりした。めっちゃステージ大きかったよ、ちかっぱ祭。まあマリメッセ B 館とかでしたっけ、マリメッセやったからね、そう大きかった。なんか会場もなんかコンサート会場っていうぐらいに大きかったイメージ。なんかすっごい奥
ステージもやけどさ、客席も奥広くなかった？奥がすごかった、横幅も。友達に誘われてはいたんだけど、なぜかパソコンで見てた。配信見ちゃったってこと？来てほしかったよ直接。うん、前日福岡におったのに来てよもったいない。ちかっぱ祭は本当に楽しかった。ちかっぱ祭のね、リハとかで、HKT さんの何レッスン場使わせていただいたりとか、そう HKT さんの劇場でリハしたりとかした。懐かしい思い出。そう HKT 劇場でのステージに実は立ったことあるんですよ。そう、楽しかった、なんか嬉しかった。そう憧れのなんかステージ、そう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 、新しい劇場、そう出張公演楽しそう、楽しそうだね。ちかっぱさんの前日は HKT さんの劇場に。なるほど、来てよちかっぱさん終わっちゃったけど来てほしかった。楽しかったよね、みんな来てくださった方、めっちゃ楽しかった。イベントっていいですね。今年もないかな、ちかっぱ祭。なんか九州メンバーでできるっていうのがすごい嬉しかった。サーノン劇場、 AKB 劇場での寝み待ちだしね。そうじゃあもう早く出たくて出たくて出たくて、ね、早く劇場でみんなに会いたい。なんかそう私も思ってますので、劇場デビューしたら皆さん会いに来てください。そうだよね、劇場デビューしたらたくさんみんなに会える機会も増えるよねきっと。嬉しい、はいっていっぱいに来てください。そっか、今日はめっちゃ久しぶりの、今日だっけ、久しぶりの雫公園。そう、雫公園も出たいね。とにかく劇場デビューしたいですね。あ、埼玉やから劇場まであっという間に行けます。嬉しい、来てください、ぜひ。あんちゃんがデビューしたら、本当に早く出たい。切実に思います。エイトの日の準備で東京行けば K のレッスンもあるかな。
ねえ、本当にレッスン受けたいね。レッスン受けたいです。インテックスはライブで行ったの。インテックス大阪さんは結局意見あったね。エディオンアリーナ大阪さんは1回だけ行きました。平日デビューなら仕事休んでも行きます。嬉しい、優しい、優しいね。来てください、皆さん。確かに平日デビューでも来てほしい、絶対に。絶対に来てほしい、デビュー。緊張してガチガチそうやけどね。絶対じゃん、ガチガチやと思う。みんなデビューの日ってガチガチ？ガチガチかな。そうね。コロナの影響でめちゃくちゃね、いろんなもの失われてるもんね。でも本当にそう、デビューしたらたくさん公演に出たいです。優しいね、本当に優しい。優しすぎる、救われます、本当に毎回。緊張しそう、でもデビューとかね、100%緊張するよ。なんかステージ立つ前、それでドッキ、心臓ドックドックいってそうなのは想像つく。デビュー日が平日だったら仕事放棄していこうかなって。来てください。そうね、いっぱい緊張してください。ずーっと見てきますから。ありがとう、優しいね。なんか頑張れるよ、本当に。ファンの皆さんの言葉で。ずっと見ててください。たくさん緊張しててもね。でもなんかいつもリハーサルの方がめっちゃ緊張しますね。本番もめっちゃ緊張するよ、そりゃ。けど、なんかファンの皆さんのお顔を見たらっていうか、なんか私の、何、うちわを持ってきてくださってる方とか、タオルを見つけた瞬間にすごい安心感が生まれるんですよ。そう、生まれるから、めっちゃファンの方にね、いつも助けてもらってます。本当にありがとう。なんか安心する、ファンの皆さんの顔見ると。緊張していたら早口サウナを見れる。待って、バレてるわ、本当に。バレちゃうね。そう、緊張したら顔ガッチガチで早口サウナになっちゃうんですよ。だからなんかね、うちの特徴、涙声になる。 これ直したくて。そう、涙声になる、緊張しすぎると。あと顔めっちゃ硬くて引きずっちゃう。笑顔を引きずり笑顔しちゃう。 自然とね。自己紹介、確かに自己紹、自分の自己紹介すら
てんてんてんってなりそうやね。やだ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 。デビューぐらいはちゃんと、劇場公演デビューぐらいはちゃんとなんか楽しみたいし、ちゃんとしていたい。残りそうだからこそ。うん。早口で宮崎弁は何言ってるか分からんかも。さすがにね。そうね、分からんよね。ライブや公演の席の隣の人が推し一緒だと安心する。ええー、やっぱそういうのあるっちゃう。みんな安心するよね。いまだに KKB さん、確かにあれもね、なんかね、めちゃくちゃね、移動中に練習したんですよ。そう、移動中にめちゃくちゃなんかどうやってチキン南蛮を PR するかめちゃくちゃ練習して、でもめっちゃ緊張して頑張りましたね。頑張ったよね。いや、他のメンバーの自己紹介はせんせんせんけど、絶対緊張する、うん、こんにちは。いや、絶対緊張するよ。うん、そういうのもあるか。どっちにレスが来たかね。確かに確かに。ああ、そういうのありそう。いや、そこはもう自分だと思いましょう。うん、うん、幸せをかみしめよう。うん、そう、なんかね、完璧にやんなきゃみたいな思っちゃうから緊張しちゃうよね。全然できないのに、完璧に。完璧なんてできないよね。踊っててこけたりして、やだ、一番恥ずかしい。下見です。ない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 よ。でも緊張してなんか真っ白になりそう。なんか言葉とか、なんか言うこととか。しかもさ、Kってさ、寸劇あるよね。確か寸劇あるよね。手のひらの前に。あれとか絶対緊張する。めっちゃ噛みそう。確かに平和な悩むで和むね。確かに確かに。緊張すらもね、楽しめるぐらいになりたいですよね。絶対まだまだ緊張しますよ。え、劇場公演って何回出たら緊張せんくなるちゃうか。いや、緊張毎回するちゃろうけどさ、どれぐらい経てばガチガチじゃなくてなんか楽しんでパフォーマンスできるちゃろうね。うん、なんか楽しめるようになりたい。なんか自分のことにいっぱいいっぱいじゃなく、楽しんでパフォーマンスできるようになりたいですね。海苔弁食べた時に一口で海苔剥がれたことある？ない、今んとこ。嬉しい、アイドルの存在が平和にする。嬉しいね。トラフグさん、こんにちは。待って、名前は見覚えあるけど。でも初見さんか。嬉しい。アカウント変えたとか。こんにちは。
京公演が待ち遠しい。待っててください。坂上がり公演出たいな。ちんべえさん嬉しい、ありがとう。あのメンバーと知り合いですかって聞かれた。面白い。緊張するということは成長しようとする証。確かに。今日かわいいな。え、嬉しい、ありがとう。松の肉首長くしてキリンより長くなりそう。キリンより長くなってください。こんにちは。そう、あと4日なんですよ、誕生日まで。キリンさん、そうだよね、もうキリンよりみんな首長くなっちゃってるよね。皆さん待っててください。二十歳そろのあと4日なんて寂しすぎる。寂しい。どうしよう、ひまたぎ配信迷ってます。キリンサイズになったら曲げて生活するというかね。首はいいから身長長くしたい。身長長くなるって、気長に。首が取れそうです、ごめんなさい。あの、首が取れない程度に首を長くして待っていてください。そう、じゃあジム系です。坂上公園出たい。表参道の表参道のカフェよかったでって。どこのカフェ、何カフェ。おしゃんだね、おしゃんなことしてるやん。サウナ逆上がりできるって。鉄棒の、鉄棒のできる。え、それがね、みんなできるの、なっちゃん。逆上がり、いや今やってって言われたら分からんけど、でもね、小学生の頃はあのめっちゃ上手でしたよ。上手っていうか普通にできてました。鉄棒好きやった。なんか鉄棒で、何、鉄棒でね、座って上に座ってなんか膝に手を置いて回る瞬間に、下向いた瞬間に手を置くみたいな。え、なんか今考えるとめっちゃ怖いけど、今考えるともう本当にさ、頭打ってやばいことになるよって言いたいぐらいに本当に危険な遊びやけど、やってました。地獄回りって呼ばれる回りやりよった。怖いよね、膝に手を置いてせーのくるみたいな、せーのくるみたいなやつやりよった。そう、坂上がり声まだなんですよ。そう、見た目できなそうってやろう。できるんですよ、ほんとできる、できるんです。それができるんですけど、できるけど最近は全然できん。勢いでやってたのねって。え、よくそう、お友達と
何？学校の何？鉄棒でも放課後の公園の鉄棒でもやってました。わんぱく。ジャングルジムも飛び降りてました。あえてなんで落ちないのって。なんやろねあれ。でもあれ小さい子にしか、あのサイズの小さい子にしかできん遊びやと思う。今やったら絶対ドンって落ちちゃいます。多分ね、小学校のあのサイズの子ができるんですよ。鉄棒と身長が合うサイズの人ができる技。小学生めちゃんこ軽いからね、何でもできちゃうよ。あと何？運動神経？運動神経は小学生の方がかなりいいですから。そう、わんぱく少女。ブランコも立ちこぎしよった。ブランコも立ちこぎして、なんか最後飛んだりしよった。で、足ジーンみたいなね。ブランコの立ちこぎめっちゃやりよったよ。二人乗りとか、友達と二人乗りしたりとか。懐かしい。そう、小学生めちゃくちゃ軽いからね。今やと高い方の鉄棒できないのかな。高い方の鉄棒はでも高いやろまだ。何センチぐらいの人がちょうどいっちゃうね。でも高い方の鉄棒ね、やりよったよ。どうやってやりよったかなあれ。なんかね、どうやってやりよったっけ。高い方の鉄棒でも地獄回りをしてやってた、やった遊びよった記憶があるから、どうにかして多分登っちゃった。こうやって登ったんかな。いや違うな。なんかね、なんか登り方があって、足をかけてこうやって登るんかな。なんかねやりよった。そう、おっきい方の鉄棒でも地獄回りとかやってたよ確か。そう、なんかねどうにかしてでも登りたくて、ジャンプして足かけてこうやって登りよったかな。わんぱく少女よ、もうめっちゃわんぱくもわんぱくよ。なんか大きい鉄棒にも憧れがあって、なんか大きい鉄棒、大きい鉄棒ではどうやって遊びを立っちゃうのね。まあ遊んでましたよ。ああ、じゃあ関節鳴らすの好かん。なんか痛ってなる。焦げてたのがその象徴ですか。いや、焦げちゃった頃はあれはね、滑り台が好きやった。滑り台とブランコが好きやった。ブランコはよく川割ってって言ってました。かわいいね。川割ってって言って。滑り台はもうエンドレス。滑って登って滑って登ってっていう小さい子あるある。あと鬼ごっこ大好き。鬼ごっこ大好きやったね。もうね、登り棒できんやったね、ふうちゃんは。登り棒できんかったけど、でもなんかね、なんか登る違う登り方があって、そっちで登りよった。なんか羨ましくて、お猿さんみたいに登れる子が羨ましくて、どうにかしてでもてっぺんに登りたくて、なんかねあるってよ。クルリンパしてクルリンパしてみたいな、なんかあるって言うけど、やりよったよ。
やり方忘れたけど。関節鳴らすの癖なんだって。え、私全然癖じゃないです。関節鳴らすの逆に嫌い。スカン嫌いです。あ、スカンって嫌いって意味よ。嫌いです。そう、懐かしい。めっちゃ鬼ごっこしよった。氷鬼とか、ケイドロとか、高鬼とか、色鬼とか、なんかいろいろあったね。懐かしい。もうルールが全然わからん。ねえ、登り棒の頂上までよく行く子おったよね。なんか毎日のようにこうやって登ってる子とかおったよね。あ、木にも登ったりしよったな。木登りで、なんか放送で流れるとよなんか昨日どこら辺にある木に毛虫がいたので、木には登らないようにしてくださいみたいな放送になって、その遊びできんくなったりとか。トカチンさん、旗ありがとう。そう、木登りはめっちゃするタイプじゃないけど、たまに木登ってました。え、毛虫大っ嫌い、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 毛虫大っ嫌い。なんか毛虫でよく放送流れよった。毛虫が木にいるので注意してくださいとか、毛虫でなんかブツブツできた子いるのでみたいな、木の周りでは遊ばないようにしましょうみたいなね。そうそう、なんか皮膚にブツブツできるらしいね。怖い怖い。懐かしい。あ、運転好きやった。運転、幼稚園生の頃じゃ運転好きやった。幼稚園保育園運転、幼少期運転好きでした。運転めっちゃしよった。そう、わんぱくがあるすぎてめっちゃ真っ黒みたいなね。もうちび黒サバじゃなくて違う、毛虫でもなる。いや、毛虫でブツブツ出たことないけどね。いや、みんちゃんは毛虫でブツブツできたことはないです。実際に友達っていうか学校の誰かがって感じ。そう、運転だから焦げてたかも焦げてましたね。めっちゃ焦げてた。最近出てきた写真もめっちゃわんぱく感あってめっちゃ焦げてました。真っ黒真っ黒。そう、焦げのチビのです。めっちゃ丸焦げよ、丸焦げうん、遠足の山登りで帽子について先生が慌てて帽子取って木に叩いてた。あ、木にこうやって。そう、めちゃくちゃね、わんぱくがあるすぎて、めっちゃわんぱくですよ。めっちゃわんぱくでしたね。毎日外で遊んじゃった。ゆうちゃん、ハートありがとう。ゆうちゃんは、お部屋で、お昼休みに、小学生の時に、お部屋で、お絵かきをするタイプではありませんでした。残念ながら。外に走って、もう、なんか、給食終わって、
歯磨きとか歯磨きタイム終わって、歯磨きタイム終わったら何、ごちそうさまでしたってみんなで言うてよ。ごちそうさまでしたって言うと同時に帽子を取って外に出てました。外帽子取ってまるまるちゃん行くよっつって、もうなんかもうまるまるちゃん今日何するみたいな話して行きよったわ。帽子取ってみんなそんな感じよ。でもうん、男の子も女の子もごちそうさまでしたって終わった瞬間にその後なんか椅子を上に上げて机に上げて机運ばんっていかんってよ。その作業も急いでやってみたいな。そう、エースを長い休みとかも必ず外に毎日出て遊びに行くタイプでした。アッキーさん、だるまさんありがとう。でさ、中学生になった瞬間にあんま出らんくなったね。外でめっちゃ遊ぶみたいな習慣がさどんどんなくなっていくやん。やっぱ小学生ならでは。うん、幼稚園終わりに隣の公園にずっとおって親たちが早く帰ろうってめっちゃ言ってたらしい。あるある。そう、それキックボード、うん、中高部活何してたんやっけ。帰宅部です。イエイ。中学校はね生徒会してましたよ。それがもう一にとっては部活みたいなもんでしたね。うん、え、なんか高校とか外で遊ぶ習慣なかった。なんかうん、みんなで おしゃべりをするみたいな、うん、そんな感じ。小学生無駄に元気。確かにね、無駄に元気かもね。うん、え、なんかさ高校とかさ部活ガチやん。中学校とかもまあそうやけどね。そう、でも本気で部活は中学校は迷いました。何に入るかみたいな。でも生徒会選びました。うん、なんで部活入らんかったとって、うーん、めちゃくちゃ悩んだけどやめましたね。うん、日焼けも気にしたりとか外の部活やとそういうのもあったし。そう、いろいろね迷った時期あったよ。うん、最初は走るのが好きで陸上部に入りたいと思ったけどめっちゃ日焼け気にしたし、あとね、あ、なんかバスケとかも楽しそうって思ったりとか。でもガチすぎてなんかバスケはなんか小学校からバスケやってる子が多かったから絶対ついていけんなみたいな。そうとか、なんかそう、なんか元からバレーやっちゃうとか、うーん、何、水泳やってるとかバスケやってるみたいな子が多かったからなんかね入りづらいよね。事故だよ。事故はい、事故です。すっごい顔してた絶対に。くしゃみが来た。そう、ちゃんと音消せてたかな。
見逃した、よかった見逃した、よかった、ありがとう。事故、めっちゃ事故だった。え、でもさ、くしゃみの音消えてたよね、消えてたよね、え、消えてたよね、待って、ちょっと音消したかも、忘れた。生徒会入ったことない、どんな感じ。もう生徒会はね、もうめっちゃ楽しい、なんか普通の生徒以上に楽しいと思う普通の生徒以上に楽しいし、なんかもう部活って感じ、なんか遊びの一環みたいな感じうん、いつくしゃみしたのって、くしゃみ聞こえなかった。くしゃみマジ本気で聞こえなかった、本気で聞こえんやった。絶対でも大変な顔しちゃったよね心のドライブレコー、待って待って、本当に声聞こえちゃった、聞こえんやったよねちゃんとさ、心配だよ。聞こえなかった、よかった。でも顔が大変なことになってたね、よかった。そう、普通の生徒以上に絶対楽しいよ。だってさ、なんかいろんなことを決める権利があるしなんかでももちろんみんなの意見を入れた上でやけど、でも自分たちが意見出せるやん。そう、楽しかったね私には聞こえませんでした。ほんと、みんな聞こえんやった、聞こえんくていいよ、よかった。そう、なんかこういうのやったらいいんじゃないですかとか、なんか遠足の企画考えたりとかもう楽しかったし、なんかね、あの普通の生、普通のなんか生徒会以外の生徒以上になんか何イベントごとに関われる、近くで、より近くで関われるからめっちゃ楽しかった。やること多いけどね、スクショできんやったらせんくていい、せんくていい。美味しい冷や汁の作り方を教えて、それはもう2年前の BLT さんを見ていただきたい。くしゃみしちゃったわ。誰かが私の噂をしている、それはあなたかな。なんちゅうの、噂した。スクショしなくていいです。待って。アッキーさん、だるまさん、ありがとう。そう、ワンパクガールかな、そう、生徒会行きました。生徒会ガールに転校しました。ねえ、やめて、映像倉庫絶対見ちゃダメ、見たらあかん、見ちゃいかんよ、みんな映像倉庫見ちゃいでください、見ないでください。今日のは絶対に大変な顔してるので。生徒会真面目な人しかおらんと、嘘っていうイメージやん、ふちゃんたち全然違ったなんかみんななんか面白い感じ。だってなんかね、男子とかあれだったよ、なんか新聞紙丸めたボールとなんか棒でなんか生徒会室でなんか野球したりしてましたよ。
でもなんかやるときはやって楽しむときは遊ぶみたいな。私は委員会の委員長。委員会の委員長。青春だよね。そう、男子がめっちゃふざけてました。楽しかった。でもそれがバランスが良かった。生徒会の八重ちゃん全然目指しちゃないんだけど、でもなんか選挙に出て、そう落ちましたよ普通に。そう、カラオケ配信したら映像速度上がらんの？本当？本当に？カラオケ配信しようかな。本当？そんなことあると。青春よ、めっちゃ遊んでました。めっちゃ遊んでましたね。本当に。なんかでもほぼ毎日ぐらいにめっちゃ集められてました。あの。放送でなるとよね。なんか生徒会役員は今日の昼休み放課後集まってくださいみたいな、お話がありますみたいな。え、映像倉庫？本当？本当？じゃあちょっと一曲歌おう。一曲歌おう。本当に？本当に？言ったからね、みんな。本当に残らん？一曲だけ歌う。本当に本当に言ったよ、みんなみんな言ったからね、言ったからね。え、本当に映像速度残らん？ねえちょっと教えて。ねえ映像速度本当残らん？え、消しちゃうよ。消す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 、絶対消す。よし消そう。え、本気で言ってる？本気で言ってますかね。映像倉庫消えない。嘘。どっち？本当は？相当残したくないんだね。残したくないよ。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、もう太陽から逃げられない。いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎた、冗談ばかり。真面目な顔
思い。波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか、追加割りをしようなんてみんなで盛り上がっているけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて早しか目隠しされた僕が迷ってると、君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ、あとでつぶやく、その時に感じたこと誰か聞いてくれ。奇跡はあるしさをたくさんだ。映像倉庫からバイバーですね。はい、映像倉庫からバイバイしました。イエイ。映像倉庫さんバイバイ。あ、もうこれで安心です。安心安心、本当だよね、本当だよね。一曲でも歌えばいいんだよね。一曲一曲でいいんですよね。よし、もうこれでバイバイだわ。で最悪やもん、だってあの顔が残るのは。音は消えてたにしても成功。なんでダメ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 、大会しちゃでいかんいかんいかん、それはあかん、それはあかんよ、あかんあかんあかんで、残ってたりしてダメです。これで安心ですね。うん、ディリリリリリリ、くしゃみしても好きなんだ、嬉しい、優しいね。じゃあそろそろ歌も歌ってちょうどいいと思うので、はい、配信終わりたいと思います。今歌のとこだけカットだったら、なんでダメだよ。確かに全部の配信上がってない、どういうこと？くしゃみくらいどのメンバーもしてますから。ほんと？そうね、人間やもんね。でも
ちょっと顔が心配なので、顔がねうん、ダメよ大会しちゃ。今日は盛りだくさん、嬉しい、ありがとう。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、アダルイさん、ありがとうございます。12位、レナザさんかな、ありがとうございます。11位、宮崎のおじちゃんアットマークカレーのおじちゃん、ありがとうございます。10位、トカチンさん、ありがとうございます。9位、スヌポンさん、ありがとうございます。8位、ムムさん、ありがとうございます。7位、カズ兄さん、あと4日って、ありがとうございます。6位、エレメンツさん、ありがとうございます。5位、コウイチさん、ありがとうございます。4位、わさっぴさん、ありがとうございます。3位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。2位、ドマさん、ありがとうございます。そして1位はアッキーさんでした、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。お腹鳴っても気にしないメンバーいるのに、え、気にしちゃう。うん、気にしますよ。じゃあ皆さん、今日も配信見てくださってありがとうございました。ありがとう、みんなありがとね。ねえ、そういえばさ、昨日さ、ふーちゃんじゃんけんしました？なんかじゃんけんしちょらん気がする、昨日。良い午後お過ごしください。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぽい。夜やるのって、できたらやろうかな。遅いかもしんないけど、何時になるかわかんないけど、できたら。チョキ。チョキでーす。イエーイ。はーい、じゃあ皆さん、午後も元気に過ごしてくださーい。それでは、バイバーイ。ありがとう、みんなー。